どうも、皆さんこんにちは、ヒロです。本日は7月2日、初売りに行ってきました。初売り、初売り、もう買いました皆さん。僕はこれから革靴を買おうと思っていて、はい、新年一発目に革靴が欲しいと。はいはい、今から革靴を買いに行こうと思ってます。いいですね。で今表参道に来てるんですね。来ましたね。来ましたね。瀬下さん何買いましたか？僕は配信機器を買いました。あ、ゲームの機材ね。いいね。6万か7万ぐらい使いました。気をつけてです。買う予定のすごい高いかな。ああ。名前迷ってるんだよね。まあ買うか迷ってる。うん。だ履いてみて、はいはい。いいなって思ったら買おうかなって思ってます。うん、そうですね。うん、まあ、実際履いた方が履かないと分からない。一番いいっすよね。革靴は一生ものになるんで。いや本当に。そう。楽しみだ。はい。はい。モンサンドは。おしゃれな人がいっぱいいて、うん、僕には似合わないですね。そんなことないな。でも人がすごいね、今日初売りの人。そうですね。みんな行くんだ。あと初詣もあるんで。そうね。明治神宮が。あ、確かに。そっか、それ終わってそのまま買い物をしてる人がね。かっこいいか。こっち。はい。ちょっとその前にスーパーエーマーケットを覗きますか。はい。伊勢三宅さんのところを左に曲がって。いやー、そうですね、曲がって。で、とりあえず、止めますよ。一回、ここに来まって、一緒にスーパーエーマーケットに来ます。スーパーエーマーケット。うん。映ってるかな？はい。はい。僕、ここの2階のカフェに行きました、前。美味しかったっす、ここ。じゃあ、行ってきまーす。行ってきます。さよなら。さよなら。特にね。じゃあ次行きましょうか。ああ。なんかいいの。僕はいいっすね。あんま服は。いい。常に欲しい欲がすごいんだ。まあなんかかっこいいのあったら欲しいですけど、そんなに。目的はここなんだけど、先に、はいはい、H ビューティーアンドユース。あ、了解です。H Beauty and Youth。ここね。あー。来たことないです。マジ？はい。表参道来ないですからね。H Beauty and Youth。おしゃれー。行きましょう。はい、OK です。はい。僕は特になかった。なかった。はい。島さんは？僕、メガネ買います。あの即決力がすごいな。買わないとか、買わないとか言っときながら。本題は、その、あ、はいはい。ビショップさんで今日は、特集を見に来ました。ビショップ。今いいんでね、中は見せられないけど。じゃあちょっと中行ってみます。列着してみますか。はい。はい。はい。おいくらの？金額は過去最高金額。過去最高。のものを買いました。ああ。後日多分紹介した方が良い気がします。そうですね。うん、後日ゆっくりご紹介をしたいと思います。いやー、暑いって怖いね。おー、すごいですね。ちょっとアホだと思った。で、島君も。僕も、はい。で、いいものを買いました。カラーサングラスですね。クリアの、うん、僕も動画で紹介します。しましょう。ということで今日は
大手参道で初売りめっちゃ短いっすよ。大丈夫ですか。とりあえず行ってきましたという。行ってきました。はい、うん、また次回でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。